前の木に、シミアンダーグラウンド。前の木に、シミアンダーグラウンドと申しますものでございます。ややこしい。うすさあ、今日は何ですか、また。今日は、漫画クイズ第3弾、東京アベンジャーズ。さあ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 、どうもですか、今も流行りのやつですからね。あやかっときましょう。流行りのやつあやかってね、どんどんぐいぐい伸ばしていきましょう。大好きですか、東京アベンジャーズ。いや、でも結構面白かったですよ。お前ですか。俺結構で、ね、大好きですから。明日も実写の映画見に行こうと思ってます。いつ公開？昨日公開、7月9日公開やから。だから今日も1日経ってるからやばい、旬が。天狗やないんやから。腐る腐る。大丈夫や、ね、早くなんかということで、今日ちょっとね、俺が東京リベンジャーズのクイズをしたいと申しまして、ウッディ君に作ってきてもらいました。ウッディは奴隷なんで、明日喧嘩くらいとなんですよ。ということでね、何のノリやねん。ほら、これ知らんの、清正君の。トーマンじゃそんなしたかい。それでドラケンですか。ドラケン似てるよな。ドラケンやな。顔長いし、顔長いし、背高いし、身長大きいし。じゃあ今日はね、ウッディが問題出してくれてる、はい、ましたよ。珍しくウッディさんが。いやもうやっと自主的に動いた。まあ、やっと自主的に。僕らの中で年上ですからね、僕らより1個上だね、ウッディが。なんでその嘘つくの。思ってもっていうの使えよ。なんでさっきのそんな同い年じゃん、俺ら。じゃあ行きましょう。ということでクイズやっていきましょう。あ、さあ、よし、マタリティ。チビと二人で取らなかった。でもザコ一緒やからもう分からへんな、ほら。お前ザコ高いな。ピンです。マジでピンでした。トミーザコ長いんやった。長くない、だって一緒だ、一緒やんだから。183、164やから。でもザコほぼ一緒。じゃあ足短いやん。めちゃくちゃどうなる。違う、ザコは一緒やから俺が足長いんやろってこと。うわ、殴られる気、殴られる覚悟して、殴られへんかったらなんかホワホワするな。あ、まなんで入ってきてんの。俺も見して。俺も雑魚しようかな。雑魚。雑魚。俺雑魚やったら負けへんで。せーの。何センチ？ウッディ。いや、ウッディと俺同じぐらいじゃん。いやでもウッディとちょっとしか変わらないもん。169、164、183。うん、最低や。俺が一番最低。ただの分。足短くてブスで背ちっちゃ終わりや。じかー。じかー。問題。山吉武道の中学の連れである4人の男子中学生の名前全員答えなさい。全員ってそんなもん。あだ名で大丈夫、本名じゃない。あだ名っていうか、まあよくそう呼んでる。あだ名やんけ。よくそう呼んでる。よくよう遊んでるで答えなさい。よく大丈夫。よくよう遊んでるで答えなさい。よく遊んでる。おい見てんちゃうぞ、ほら。正解数多い方の1ポイント、これ。これ難しいって言ったらほんま、あとあと一体何に合うで。あと1人出てこないな。メガネかけてるのが1人、毛赤いのが1人、リーゼントが1人、チンコいじってんのが1人、あともう1人はちょっとロン毛でこう髪変えてセンター分けで垂れてるやつが1人。あ、ね、めっちゃマイキーっぽいやつや。オッケー。あ、でも俺、あ、オッケーオッケー、いけたわ。せーので行きましょうか。いや、行きますね。せーの、バン。トニが、あっくん、坂月、クザン、ボルサリーナ。強いなぁ。強っ。それ強っ。全然やったと思うね。それめちゃくちゃ強いよ。って聞いてるけど。すごいなぁ。まあ、聞いてるけど。聞いてますけど。じゃあ次。やばい、俺、あっちゃんだけど思った。たくや、山岸、けんちゃん。誰やねん。どう？あっちゃんは、たくやと山岸は正解。あ、ここだ、ここ。あっくんやね。じゃあ、ごめん、ミスったらあっちゃんだけど思った。トニーは、ボルサリーノまで正解。よし。だって、全部やん。よし。で、俺一本じゃな。ちゃうちゃう。やっちゃう、これ。正解はね、あっくん、あっくん、たくや、山岸、これが出んかったな、まこと、まことか。これで難しいって言ったらちょっと厳しいんじゃないかな。いや俺だって俺いけてたよ。俺、いや間違ってるもん。俺あっちゃんのケアレスミスやで。ただただややこしいな。ケアレスミス、あっちゃんがあっちゃんがあっちゃんがパーチンがグーで、グーチンがパー、グーチンはおらんねん。チーパンがチョーで、チーパンがチョーで、リーパンがチー。ほんで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 ちゃん、手が問題。花垣武道の彼女である橘ひなが犯罪組織東京卍会の抗争に巻き込まれて死んだのは西暦何年の何月何日か。これがタイムリープのきっかけになったみたいな、この事件かな。何月何日、戻っちゃう、死んだ日やもんな。うわぁ、日にちが出てこへん。俺そこまで出てんねやな。でもほんま日付で言えばほんま、もう最近ちゃう。あ、おーすごいな、最近やな。あ、そっか。お前、今お前って言った。誰お前って言った。お前やんな。長生きしとく、長生きしとく。え、やめて。俺分からへん、okay、ちょっと日にち分からへんわ。俺日にちはちょっと分からんけど、でほんま最近やで。最近、ただ年が分からへんよな、はい。じゃあ、まあ、ちょっとじゃああっちゃんからね。あっちゃん、俺ちょっと気持ち自信ある。2018年6月19。ほう、じゃあトミー、6月じゃなかった、7月や。言ってください。オープン、ダン。2017年7月9日。え、合ってんのこれ。トミーはめちゃめちゃ近い。いつの。1日。うわ、2017年7月1日。そう。トミー1ポイント。うぃー。12年。あ、キモ。
気ぃ使わへんの問題。花垣武道は自分を変えるために東南のメンバーである清正先輩にタイマンを挑むもいきなりすごいパンチをボディにもらいました。その時に武道は自分と清正先輩の差を何と何に例えましたか。あーオッケー、俺もこれ分かる、分かる、分かる、これを一番難しいんだけど、待って分かっちゃうね。いやそんなに自信あるわけじゃない。俺自信あるわ。じゃああっちゃんが言ってましょうか。軽自動車とブルドーザー。同じ、軽自動車とブルドーザー。お、俺合ってる？正解！おー、結果答え分からへんかった。負けた。負け。じゃあ俺にポイント消しといて。あ、ごめん。ちょうどいい。なんか出てきたな。調子で合ってる。調子で合うか。めっちゃ消す。マンガイ。マイキーとドラケンが中学に乗り込み竹道を連れていくシーンがあると思います。なやそのおい、なやその感じ。マイキーにビンタをしたヒナがドラケンに手をつかまれ、竹道はドラケンに対してある一言を放って、その一言がドラケンの胸に響きました。竹道くんは何と言い申したか。おい頑張らんでええね。答えてください。すごいな、あっちゃんこんなもんかんねん。よう言うてたの昔俺これ。嘘、かっこええ。いこう、せーの、はいどうぞ。譲れねえもんがあんだよ。なるほど、こっちだって譲れねえもんがあるんだよ。どっちの方が近い。まあ譲れねえもんがあんだよはあんの。なんか言うとその前にもう二度とが入ってるから。もう二度とか。トミー、よいしょー。くそー、ぽい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 。慎重やなこれは。これは慎重の差が、慎重裏も。おい問題。現実世界でアックンが自殺した後、黒幕がキサキだと分かりタイムリープを行うが、そのタイムリープ先でのミッションとは何でしょう。そうやな、一回一回目標あるもん。そうそう、何のよう目的でこの時はタイムリープを行っているか。アックンを救うんじゃなくて誰かを救うことでアックンが救われるみたいな感じかな。あ、じゃあ向こうそのミッション誰かを救うってこと。そう、ヒントな、83構想に関わる。うん、あーできました。はい、じゃあトミーからいこうか。ドラケンが死ぬのを止めるミッション。あー、ドラケンを殺させない。おお、まあまあ2人ともこれは正解やな。俺がヒント言い過ぎ。まあでもしっかり言い回し的には俺の方がなんか丁寧な感じやから。構想で殺されるドラケンを救うため、俺の答えには殺されるっていう文字が入ってるから。じゃあ俺か。あっちゃんが殺すの漢字入ってるんで、あっちゃん正解。大正解。めちゃめちゃ理不尽。お前のさじ加減すごいなこれ。これ大正解。最高最高。どうしたの。何言わなかん。最高。問題。東南の2つ上の世代で新宿を仕切ってる暴走族の名前は。わかった。漢字で書いてください。あ、漢字？漢字で、でも漢字マジ全部簡単。その時系列で考えていい？あ、もうほんま時系列で問題出してるから。出してっからこっちは。ちょっと何か出してっから。出してっから。いやごめん、俺二つが分からへんな。あ、まあまあせやな、最初は分かりやすい。じゃあ読めるそれ全部。読めるよ。なんだよお前。適当に喋んなおい。喋んな。自信ある方。はい。どうぞ。はい。近い。うわ。すごい近い。メビウス。気持ち悪い感じなさい。あー、B これか。そや。スンって入んやん。メビエスン。アイビエスンやん。メビウスンやん。アイウェオ。アイウェオ。最初の名は愛ですね。正解。B は美しい。正解。オスはオス。オス。ウスな。オスって。オスじゃね。オス。メビウスな。ウスは、もう一回愛が来る。あ、そうなんだ。愛が来て、主。主か。じゃあ俺やん、これ。トミーのポイントになりましょうか。いやいや、なりましょうか。よっしゃ。メビウスだけじゃな。愛主あかんねん。愛美しい愛主。愛に植えている。愛に美しい愛の主。植えてへんねん。愛に植えてる。植えてない。正解にしようとすんなもん。いや俺だよ。愛に植えてる孤独な戦士。愛に植えた僕の声届きますようにカニカニカニ。カニ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 。よし行こう。いや負けてるやん、やば。問題。竹道の愛車であるクロスバイクの名前は早手号ですが、マイキーの12歳児のツーリングの回想シーンで乗ってた原付の名前は何でしょう。原付のやつあれ何。マイキーだけ原付やった。そうやね。分かった分かった。あーなるほどな。あれスーツ作っけ後ろ。いませんね。じゃあ分かった。じゃあ遅いでしょ、俺行くで。もう負け確や。え多分ちゃうけどな。知識嘘なん。二度と。じゃあ、あっちゃんから行こう。バブ。ああ、まあまあまあ。違う、それは全然違う。これもフォークしか取れない。おー、もうこれどういうポイントで。フォークマルか。フォークマル。フォークマルや。うわ、でも俺の方が、待って、俺が分かった。いや、俺のこれ見て分かったんやけど。でもフォークマルじゃない。無理、もうオカン殺す。これどっちもあかん。オカン殺す。絶対にあかん。トミーは強い。じゃあ俺、ケタ決まったよな、思いっきり。ケツバット。はぁー！いけないぞ。それが万人の夜勤する。甘い。
ないけど。絶対あかんない。いこう。問題。メビウスの総長であった幼いがパーチンに刺されて病院にいる間の仮の総長の名前は。え？俺もらった。トミー分かんねえ。賢いな。頭いな。賢い。偉いな、トミー。分かんねえ。すごい分かんねえ。ヒントください。身長大きい。身長大きい。身長大きいな。で、割ともうずっと幹部の方になんかおじさんの方がいるなぜメビウスの戦いで出てきてる。出てきてる。待って一回で見ていい。じゃあトミーからいこうか。もう正解かもしれない。俺下の名前ちょっと分からへんね。バン。え、本間修司。お、これはすごい。え、待って、 G 俺ちゃん。これは G あっちゃん正解。ほれ。なあ、さっきめっちゃ痛い。めっちゃ痛い。うわ。俺のピンチ力そんなあった？あんた俺肌弱いねんから。ウッディとちゃうねんねん。気付けよ。ごめんわ。問題。絶対ウケ。トーマンが実写化されましたね。俺わかるで、はい、そこで出てくる木崎哲太役のキャストは誰でしょう。はいよ、言う。あ、しかも絶対知ってる。木崎哲太な。どんな人どんな人。じゃあその人の代表作。あ、代表作。映画の代表作。一作わかるかな。俺映画とかもう分からんしな。代表作定一の国。あー、出てたね。誰何定一の国。あの須田まさきのやつ。知らん。あ、でもこの人なんやって思う。意外やなと思った。え、でもなんかな、悪役ちょっと似合う系。じゃあトミーオープン。はい、間宮祥太郎。え、すごい間宮祥太郎。なんだよ。待って、ショーが待って待って。あ、ショーどう。ショーどう。吉祥寺のなんか一歩放題か。え、ほんまや、多いわ。4見ちゃうかったっけ。じゃあ、あっちゃんにしようか。あ、よかった。あっちゃんにしよう。5時と開けなくなって間宮祥太郎なんや。え、ほんまに知らずにやった。ほんまに知らん。なんで僕は配役だって。俺、花垣武道がキャストが誰かも分からん。問題。メビウスが東満に敗れた後、半馬修司が元メビウスの S63 組と H1 組をまとめて、うん、羽宮和虎が反東満勢力をまとめて、うん、その2つを合体して作り上げた暴走族チームはバルハラであります。うん、終わった。終わった。その異名は何でしょう。異名？バルハラの異名。バルハラの異名。これは簡単な。たまり場の壁とかの。あ、そんな赤を。これもう字の綺麗さが競われるな。もう字の綺麗さ。いきます。せーの。はい。首のない天使。首のない天使。俺の好きな字は、いやー、あっちゃんの字好きやな、俺は。おぉ。じゃあ、あっちゃんにポイントいきましょう。あー、じゃあ、うちやから。いきます。うん。問題。漫画の作中ではよく、皆殺しという言葉が使われてます。うん、その漢字は、どういう漢字で書かれてますか。むずいなー。これはちょっと俺、ほんま、お手上げ。え、一文字やんな。こんな難しい。こんなんやったっけなぁ。難しい、ね、もっと多かった気がする。ギュッてなってた気がする。ギュッてなってんの、なんかもう見えへんもん。これでただの黒い点やもん。ギュッてなってない。じゃあ分からへん。はい、行きましょう。じゃああっちゃんから。ダン。チリ。いや、全然違うと思う。もっともっとぐちゃってなってるわ。じゃあ次トミー。みんな殺し。すごっ。何すごい。何これ。みんな殺し。しかも皆殺し、殺すっていう字ね。心って入ってる。お前、心も行く。心も愛を込めて殺す。え、どっちの方が近い。草かんむいて道を歩んでるのに、竜と心もありつつの死。皆殺し。俺の方が近いやろ、これ。じゃあ俺ちょっと書くわ、正解。画数で、画数的にいこうや。なんて読むこれ。皆殺し。皆殺し優也と。うわー、これだったんや。皆殺し優也。鹿金で金や。下が金や。俺土やもん。画数的には。画数じゃ、画数的にはじゃない。画数的にはどう。画数的にはどう。いや、悪だ。18か。俺の方が近い。絶対俺の方が近いね。トミーズバン抜けてる。あら、何画、何画。絶対俺31画。18画やろ。18画。これはもう東満対バルハラの構想でレフェリーを任された池袋クリミナルブラックメンバーズ、通称 ICBM-S63 の大物は誰か。わかるか。あー、はい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 、はい、殴られたやつやろ、カズトレに。そうそうそう、そうよくわかったな。オッケー、どっちか行きましょう。じゃあ、せーので行こうか。せーの。スターマンセン。ミナゴロキ。ミナゴロキや。ミナゴロキやろ。お前の勝利の。どうなっちゃうやろ。勝利のゴロキ。ミナゴロキ。スターハンセンやろ。正解、ハンセン。イエーイ。マタニティ。いきましょう。問題。東満 VS バルハラの放送後、現代に帰ってきた竹道はカズトラに連れてこられた場所でナオトに逮捕されます、うん、その際にアッくんはヒナを車で追突して殺します。その指示を出した黒幕は誰か。いや、俺もちょっと分からへんわ。意外やな。いや、これな、まあ、分からなあかんわ。衝撃的なシーンやからな。衝撃すぎて忘れたわ。多分飛んだんや、記憶。あんた別に気絶したんや。あんた衝撃すぎて記憶飛ぶな、これから。全然問題。これから行きましょう。当てる。うん、正解は一回見せて。
あ、よかった。漢字で書けんけどいい？いいよ。オッケー。じゃあ、あっちゃんから。花垣武道。マジか。花垣武道。正解よ。おい、お前何してんの？俺や。俺はもうさすがに、あっちゃんとしか言い技がない。と、あっちゃんと。さあ、出てきてねんから、ちょっと俺にもちょうだい。あかんよ。はい、行きましょう。問題。ブラックドラゴンの新兵隊長と特攻隊長の名前は？誰もわからん。役職むずいな。役職何番隊とか。親衛隊長と特攻隊長。そう。ブラックドラゴンやんな。ブラックドラゴン。え、待て。あ、意外とないな。いや、俺マジちょっとわからん。あっちゃん名前は出てんの？いや。あ、出てへんの。でも、トムトム絶対名前出してるわ。いや、俺一個もわからんわ。待て。うるさいって。聞こえてる、聞こえてる。なんかいっぱい聞こえてる。あー。あ、オッケー。オッケー。じゃあ、あっちゃんから行きましょう。ここのいはじめ、乾清舟。おぉ、誰すごい。正解はこれです。え、前のやつや。前の。なんか 3回出てきてるやん、こいつ。いや、待ってや。寿命長い。いや、前のウッディの男。タバコくんの男。タバコくんの男。タバコくんの男。困んなよ。あとは正解。よし。でもただ、清舟の漢字は、青いに宗教の。そうやろ？問題。ブラックドラゴンの総長である。芝大樹が初めて登場した時に竹道にラリアットして登場します。その後に大樹が歌ってた理不尽な歌は何か。理不尽な歌、理不尽な、トミーは得意、理不尽ボーンやからヒントはドレミの歌に合わせて歌ってたな。俺もちょっとそこまで言われたら分かる。さすがにそこは。じゃあまずあったからよか。ドはドつくのドレララボンドラって言ってたな。次かはい、トミー。何持ってんの？何持ってんの？あなたがお酒持ってるだけで。清見竹道にバーン。何持ってんの？何持ってんの？飲み足りないから乗ってんの。はい。どうもどうつくのど。レーミゼラブル。じゃあ、あったらなこれ。面白さポイントない？理不尽で言ったらトミーもやがい。イエーイ。よし。行きましょう。日本語喋ってブラックドラゴンとの交渉が終わった後、ヒナと仲直り、もう俺問題って言ってた。言ってない。問題。ブラックドラゴンとの交渉が終わった後、ヒナと仲直りをするために初詣に。おい、何仲直りってブラックドラゴンとの交渉が終わった後、ヒナと仲直りをするために初詣に行き、絵馬を描きますが、竹道はそこに何という願いを書きましたか。へぇ、そんなんもう。これはでもめっちゃな、いいシーンやな。ワンピースでいうゾロが少女のおにぎり食べるシーンぐらい。あー、なるほどね。いいシーンやろ。なるほどね。何今のなるほどねって何。これが根本かな、竹道の。2が2が2もうが2が2って書いた。今ね、そうかもうね、にがにあ、ちょっと見ないで、あ、ちょっと見ないで、あ、ちょっと見ないで、もうがに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 オッケー、ゾロのやつ言われてちょっとわかったわ。せーのでいこうか。はい、せーの。みんなのヒーローになれますように。伝えてくれねえか、うまかったってな。おー、ちょっとゾロやゾロやん。正解はみんなを救えるヒーローになれますように。救えるか。あ、じゃああちゃーん。トミーも面白かった。どうなの、そう、まあ、理不尽や、理不尽や、今の理不尽。何がちょっと理不尽や、理不尽や、言っといて、ありがとう。あと、もう一問。ラスト、なんて、6点。ラストは、お決まりのね。ラスト問題。オーマンと天竺の構想が始まり、戦意喪失していたはずのマイキーとドラケンが駆けつけて、黒川イザナと喧嘩することになるが、その時にイザナがマイキーに話した秘密とは何か。エマが死ぬねやん、殺されて、でマイキーとドラケン戦争するけど、駆けつけるやん、天竺に、天竺のとこ、でその後マイキーと黒川イザナ戦うことになるやん。その時に最初マイキーこう押されるやん、イザナにぐちゃぐちゃにされて、でそんででバッて髪の毛掴まれて、なんでそうお前をこう、お前をなんでこう潰したいんだ。ああ、そういうこと。そうめっちゃ文章長なるやん。めっちゃ文章長なる。もう簡潔に書いてくれ。ぶっさいやなお前。えげつない。えげつない。えげつ内閣総理大臣。第11代いいの。えげつ内閣総理大臣。おい、なんやそれ。オッケー、むずいわ、ちょっと。じゃあ、あっちゃんから行こうか。黒川イザナは新一郎慕ってて、ブラックドラゴンを継ぐのが自分やと思ってたけど、マイキーと一緒ってなって。おい、なんて言ったかって答えやろ。まあ、とりあえず聞いてやろう。一緒ってなって、ふざけんなってなって、マイキーを空っぽにしたい、最終的に。おー、マイキーを空っぽにしたい。俺の奥歯のほとんど銀歯やけど大丈夫。何俺の奥歯のほとんど銀歯やけど大丈夫です。大丈夫です。
あっちゃんほぼ正解だ。おお、やっぱり新一郎が理想の兄貴になるよって言ったけど、それができひんくなったからマイキーを理想にしようと、自分の理想に作り上げようとして空っぽにしていった。でその後に言ったんが、俺の奥歯全部ほとんど銀歯やけど大丈夫そう大丈夫そう大丈夫そう、マタリティということで結果あっちゃんが23ポイント、トミーが15ポイント、うん、ということでミスマッチもキャラのうち、お疲れ様です。お疲れ様です。いや俺の圧勝でしたね。俺のあれやな、通り部大好き。殺す。いきますよ。はい、いきますよ。てかトミーやお前なんやねこいつ。持ちたかろうか。すごっ。あっこっ。なあ、まだ通り部ね。なんだやな今の。東京リベンジャーズね、実写版公開してるんで、皆さんも見てくださいね。あんちゃん出れんの？俺出てますよ。出てんの？すごっ、何役？またもち冬役で。ということで、本日はありがとうございました。すごい今日丁寧やね。それではまた来週。まだ聞いて。はい。